はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、青ゲームです。ということで今回もですね、ドラゴンクエスト7実況プレイ続きやっていきたいなと思いますね。ですね、ボス何でしたっけ、オルゴデミーラ的な名前のやつを倒しまして、デスアミーゴかで倒して戻ってきたところですね。持ってどうすんだろう、現代戻るのか。わはは、人参は嫌いじゃというのに。なんだなんだ、夢ちゃったか。ふぃ、助かったわい。なんとわしが馬になっていて無理やり人形を食べさせられる嫌な夢を見ておったのじゃ。小さい頃から好き嫌いってバチが当たったのよ。こりゃこりゃ、ま、覚えて、夢になってんのか。夢になってるらしいね。あと現代に、女の子だ、こんにちは。あ、ちっちゃい子は犬とか猫になったのかな。こんにちは、ご挨拶は大きな声で元気よく、あとはね、外から帰ってきたら手を洗うでしょ。それからご飯の時はテーブルに肘をついちゃいけないの。寝る時はちゃんとね、着ていたものを畳んで神様にお祈りしてからベッドに入るわ。ふう、うちのママしつけがとても厳しいんだから。なんのこっちゃ、めっちゃ食ってる、手づかみで食ってない。手づかみで食ってないか。あれ、私ったらフォークを使って食べていたわって。どうかしたのかしら。し、こんなとこ娘に見られたら飯がつかなくなっちゃう。これあれだよね、多分ね、記憶はないってことなのか。そういうこと。馬だ、まあ、喋んのか。よしよし、全くエライムにあったんだよな。どうだい、元にすられて嬉しいかい。ブルルルル、ヒヒン。わはは、そうかね、それはそうかもしれない。わかんねえわ、ちょ、通訳してくれよ。人間になって日本足で立った時、走るところうまく歩けも しねえし、とっても怖かったらしいだよ。やっぱ四本足が一番だってわ。便利だな。キコリ追加、あのこれリメイクじゃん。これだから キコリが仲間になるとかそういうのないの。ちょ、斧の使い手的な。すげえ、なんかないの、そういうのあってもいいじゃん。ないのかな。でもってどうしよう、普通に、あ、喋れるんだ。えらい目にあっただよな。どうだいって人間に なるっていうのも悪くはなかったろう。わわわわわわわ、あ、そうかい、そりゃそうかも。いや、通訳。自分で木の枝を投げて自分で取りに行ってみたけどつまらなかったらしいだよ。やっぱり人様に投げてもらった方が楽しい。なんて可愛いワンちゃんだろ、なんて可愛い。待った、ここ、あれ待った、子供どこ行った。子供、旅の方かな。なんと珍しいことだ、オリフィーの町にようこそ。じゃが今この辺りは恐ろしい魔物に狙われていてとても危険なのです。じゃ旅を続けなさるならよくよく気をつけて行かれなさるよ。なんでその魔物を倒し再び封印したと申されるか。はい、勇者じゃ、わしは勇者じゃ。死んじゃねえ、あやつは普通の人間なのにはかなう相手ではないはず。なんと白い狼も現れ戦ったと言われるのか。そうです、すると伝説は本当だったということですな。なんと打ち抜かれ放したあの白いのが伝説の狼ですと。ああ、驚くことが多すぎてめまいが、てんてんてん。ところで実を言えば、もわしにも不思議なに思うことがありましてな。山の神のあの封印の岩戸は中から絶対に開けられぬはずだとすれば、何者かが外から扉を開け魔物の封印を解いたという以外に答えを、これどういうこと。あの魔物を操るような別の存在が、そういうことか。この事件の上にまだまだ重大な謎が隠されているようですが、だって、あ、犬だったんか、お前だったんか。お前だったのか。おいやいや、すっかりくつろいでるね。どんな塩梅だね。気持ちよさそうに寝てるだよと、そっと一し、あ、やるべ、甘がみということで最後しまいや。でもって、どこだ、ゲータに帰ればいいのかな。ドラゴンレーダーも反応なし、ないのか。まあ、次のところでちょっとお金はちょっと一回使わないでさ。あ、この一体どこに行っちまったんだろう。いやで、何日か前に町の外で大怪我をした白い狼を見つけたんだよって。このな、あ、納屋につないで看病してやったんだが、いつでもか逃げちまう。お前が犯人だったのか。お前が犯人だったのか。怪我はすっかり治っていると思うけど、町の外の危険だから、あ、もう心配だよ。お前が犯人だったのか。そっか、普通に首輪としてつけた人間の姿になっちまう。おお、いた。ややガボ、どこに行ってただね。ありがとうって言いに来たのかな。なんて優しいんだろう。怪我を治してもらった霊が痛かったんだか。ガボ。ガボ。なんで、いや、気の優しい子じゃねえか。アンさん、ほら、この子を引き取って一緒に暮らすだよ。え、いくら伝説の崩壊運動へ、この子は母親を亡くしてたった一人ぼっちだ。バンバン。あ、そうかいと、お前さんがいたっけな、すまんすまん。だけどガバはもう狼の姿に戻れねえだ。人間として生きていかにゃ。こっから生きていくのか。ガボってなんだっけ。ガボってさ、何か特技あったっけ。
なんかスピードが素早さが速かったんだっけ、確かそんなんだったよね、確かね。あんまりステータスは高くなかった。 どうだろうな、なまあ、忘れちゃった。ラボ行く。おそこ、そうかいそうかい。それじゃあ早速出かけるとしよう。森のみんなもきっとお前たちを歓迎してくれるだ。あそこね、あそこに行くのかな。さあおさん、ぼちぼち帰るとしようかね。このおっさんはそれよりもさ、この世界が何なのかとか、そういうのはない、全くねえんだな。これは終わりか。これで終わりでいいのかな。装備どうしよう。買ってった方がいいんだけれども、買ってってもいいだよって買いに来た。次のところにしよっかね。木の帽子、確か変わんないからな。木の帽子、棒、重たそう。重たそう。キトンシールド可愛くね、なんか猫の顔みたいで可愛いね、鱗の鎧。まあ、これだけだから、待った。尖った骨、ね。これあれだよね、多分ね。そういうことだよね。ガボだよね。ガボ用か。まあ、いいや、まあ、いいや。まあ、現代の、このオルフィーの町に行けばいいんでしょう、多分。で、そこで、石板今何個持ってた？青が2個あるのか。もうこれだけでもなんかいけそうっちゃいけそうな気するけどな。これでいけそうだよね。まあいいや、行こう。もう戻っちゃおう。ちゃちゃっと行ってしまう、ちゃちゃっと。あ、いた。イベント始まった。さあ、さあ早く帰ろうだよ。ここさ、なんだっけな。ここはなんか自動で歩いていったような気がする。勝手になんか、2D のやつね。プレステ版ね。なんだバラステ版って。違う。なんなんバラフって。あれ？あんなハイハイみたいな感じでずっと行くんだったっけ、ガボって。ここは勝手に動いたんだったっけ、 2D のプレステ版も。そう覚えて、なんとなく。なんのあれもないんだな。なんの迷いもねえんだな、キコリって。すごくね、ある意味すごくね、あいつ。さあ、どうなる？無事帰ってきたとなって、しかし、なんとも不思議な経験をしたもんだ。人に話してもとても信じちゃくれなかろうよ。ヒコリちょっと斧の使い手としてちょっと眺めになってくんねえから。そんじゃおさんたちとここでお別れだがや、オラはガボたちさ連れて一足先に出世するだよ。森のみんなが さぞかし心配してるだろうからな。さあガボ行くだよ。ほんじゃおさん達者でな。びっくりマーク、なんだガボ、どうした。アオさんたちにもっとお別れが言いたいのかい。なんてかわいいな。ガボ行く。分かっているよガボ。だけどお前の気の済むまでお別れをしてからでいいだよ。ガボ行く。アオさん一緒。なんだってアオさんと一緒に行くってのかい。そうだったこと言ったってお前。ちょ、方言苦手なんだけど俺。方言が苦手なんだが。そうか、分かった。だってきっとお前たちが正しいな。あれ、これワンコロは後ろ、狼っ子はどうなってん？アオさん、こう言ってるだって、神の岩戸を開けて、この魔物を出した、あの魔物を出した奴が必ずいる。どんな奴がわからないか、おそらく放っておけない強大な存在なのだろう。おとな、なんだかどういう話になってきちまったな。オラにも頼むだって、ガボたちを連れてってやってくれやって聞いて役に立つ。ガボたちもってことどういうこと？悪い奴やったけど、二人で帰ってくるまで、オラは森で待ってるだよ。かわいい。ガボかわいくね。違うな。ヒーローズのガボって顔、でけえじゃん。顔がでかいのがちょっとかわいいよね。これはかわいいよね、全然ね。じゃあ、ナオさん、オラは家に帰るだよ。達者でな、ガボ。かわいいじゃん。ガボずっとこうやって歩くの？背骨が心配なんだけど。あ、こういうことなの？心強い冒険の仲間、一人増えたってわけだな。よろしく頼むぜ、ガボ。いいこと、この先本当に何が起こるかわからないんだから、ちゃんと私守るのよ。さすがマリベルさん。さすが、痺れるかっこいい。惚れちまうよ、マリベルさん。まあ、とにかく今日からあんたも私たちの仲間よ。よろしくね、ガボちゃん。ガボ。さあ、ガボちゃん仲間になりました。尖った骨買ってきた方がよかったのかな。ガボってこんな感じで仲間になるんだっけ。狼に乗った状態だったと知らんかったな。え、そうだったっけ。これどうなんの、どうなんの、ちょ待って。ガボって、ガボってこんな感じだったっけ？そうだったっけ？全然知らん、ガボ何もないな。ガボ装備。何にも。線があるからちょっと、でも売っちゃったんだよな。
できないんだよね。多分ね、あ、失敗したな。多分これだ、これこれこれ、多分。ほら、3しか上がんねえ。ちょっとちゃんとしてやろう。ガボ、ま、次の街かなんかでさ、ただの動きでほぼ裸やないか。これどうしよっかな。まあいいや。さあ行きましょう。旅の仲間が一人増えたから、これからも、ん、これからちょっと楽ちんかもね。本当だね。さあ、青さん、世界の脅かす謎の存在とやらを探しに出かけようぜ。オッケー。さあ、4人パーティーになりました。やったぜ。さあ、根持って、呪文はここ使えないのか。で、どう、さあ、普通にオリフィの町、現代のオリフィの町行ったらいいのかな。まあ、石板だろうね。石板をいただいて、お、びっくりした。あれ、ガボってこんな感じ、知らなかったんだけど、みんな知ってた？あれ、2D の時ってこんなんじゃなかったよね。絶対違ったよね。あ、見て、かわいい、見て。これ今、あのさ、待って。ちょ、待って。かわいい、見て。ちょ、みんなちょっと置くとみんなほら、休むじゃん。わかる。ガボだ、ガボ、見て、超かわいくね。かわいい。キーファ邪魔。超可愛いんだけど、あれガブのあれさ、あれストラップ欲しいんだけど、あれのストラップ欲しくない？あれ超可愛いんだけど、めちゃめちゃ可愛いじゃねえか。なんだあれ、なんちゅう可愛いらしさ。待って、さあ、ちょっと世界マップに変えることによって、これ上の点ってあれ何なんだろうな。ね、あれ何なんだろうね。ちょっと行ってきていいかな。まず前がちょっと一個気になるやつがあるの。待って、今どこだ。俺今どこにいるんだこれ。エリアチェンジか。オッケー。あの白くなってるところが新しい、ま、あの島なんだな。多分あれ大丈夫。もう目で見えるところにあの大陸できるしな。これ西にあるよね。今あったよね。多分こっちだよね。あの大陸がでけえな。あれだろ多分。違うの。多分あれだよね。でけえ。なんかでけえ。でも違う、上野さんの点なんなの。ちょっと気に、あれちょっと気になって、ちょっといい、行ってきて。じゃ行っていい。あれなんなの、あのマップのさ、あの北にあるあの点あるじゃん。めちゃくちゃ近いとこに現れたな。怖すぎだろ。すんげえ近くに現れたんだけど。あの点見たの、あれ何。さあ待って、ガボがどういう戦い作戦で、まあ、ガンガン行こうぜでいいんですが、マリベルだけは呪文使うの。 OK、行きます。殴ってんね。16、32か。これあれだね、あの何つうの、なんとか台ってやつか、頭のでかいやつ。まあそれはどうでもいいか。どうでもいいか。どうでもいいわ。さあ、ガボがレベル上がった。おっと、レベルが、ホエーロ覚えた。ホエーロってあんま使わないよね。使うのかな。待って、あそこのだから北の点は何あれ。もう気になって仕方がないんだけど。ちょっといい、行ってきて。あ、しまった。ルーラーで飛んでからの方が早かったな。早かったね。ルーラー。ごめん、ほんとマジあれだけちょっと何だかよくわからない。あれだけちょっと、何なのあれ。何なんだろうか。6。ちょっとガボの装備をちょっと整えたい。次の街行ってから変えた方がいいのかな。多分そうだよね。絶対そういうのがいいんだよね。でも1000じゃ変えねえと思うんだよな。まずガボの装備を、そろそろ鉄の剣あたりちょっと出てくんねえかな。ガボ6、あ、5か。さあ、レベル上がった。誰、さあ3になった。ホエロが覚えてんのか。あ、ガボって他なんかあって、そう、あの点って何なんだろう。すげえ 3DS になったから街がでけえ。めっちゃでけえ。今まで街ってさプレス版だとさ、一マスぐらいだったじゃん。あのほぼ人間と同じぐらいのでかさじゃなかった。多分そんなんだよね。18、いいね、強いね、キーファー。さあ、ね、もってそこ上の点何あれ。これなんすか、なんかある。なんもない。で、これ何なの。じゃあこの点何、この点何なんすかね。ちょ、マジこの点何なの。いや、マジ謎なんだけど。11、12、
まあ、いや、まあ、ガボのレベル上げだと思っておいてください。この点何？え、何なのこれ。ガボでも HP 多いね。ちょっと HP 多いから安心した。だってもうすでにだって満タンにしても、だってレベル3で56だもん。だってマレベル11で66だぜ。やばくね。まあ、いや戻ります。戻れ。フィッシュベル。フィッシュベルで戻ります。すいません、もう一回戻らせていただきました。あ、ごめん、また8した。まあ、いいや。なんもねえんだ。あ、そうだ、あれだっけ、モンスターパークのとこあるじゃん。あそこもちょっとなんとかしたいっちゃしたいよね。あそこなんか次のなんか新しいヒントあったよね。ヒント探さな、でもあれそれな、ヒント探したらな、多分な。あれなんだよね。動画も一歩それだけで終わっちゃうんだよな。終わりそうだよね。さあ、白いところからまず行くか。ほいっと。降ります。さあ、世界にどんどん大陸が出始めて、OK。で、上にあって、さあ、現代の、来たー水平構造、そこでしょ、ました。オールフィーの街来ました。っていう。バンバン、ギニュー、なんだ、ヒヒーン、もうなんだ。さあ武器屋がまず行きたい。武器屋ちょっと待って、武器屋見よう。武器屋ちょっと、いいものがある、ねえ、いねえし。あ、もっと、あ、なんかピカンピカン光ってなかったの。あ、ここあれだ、ちょっとドラゴンレーダーが光っている。あ、ここだ。あ、待った、あった、上にあった。もう見えたよ、みんな。あ、ちゃんとマップ見てもダメだ、ほんと。こっちか、こっちだね。あった。な、牛が寝てる。グビー、グビー。あった。調べた。不思議な石板、緑。苔のついた、石板ゲッツ。これなんだっけ、何しに来たんだっけ。石板だけならいいのかな。ちょ、そうじゃなくて。なんかさ、これなんかあったよね。ワンワン、待って、ワンワンじゃない、ワン、あ、待って、人間がいいね。あれ、これこっからどうすんだったっけな。あれもしかしてヒコリもう一回呼んでくんだっけ、ここ。あれ、これヒコリ、あれ、もう一回木こり持ってくんだっけ。違うよね、これ多分人間が紛争してんじゃなかったっけ。多分そうだよね、人間が紛争してて、え、人間が紛争してて、あれ違ったかな。そうだよね、木こりもう一回呼んでくんのかな、これ。なんか始まった。あ、いた、イミちゃん、もういいかい。早くしないと祭りが終わっちゃうな。スケベ王子、亀仙人みたいなやついるぞ。ウチョウロ様様、ホットせっかちなんだから。今ストッキングを履いてるだから、謎のお願いがただのスケベジジイか。おー、ミちゃん、まだちょっと早かったかな。あわわ、これ長老かなんか、ここの、これはお客様とは。何をやってるの、スケベジジイ。ジジイ何やってんだ。これどうなってんだ今これ。ここ今日こそこのオルフィーの町へよういらっしゃいました。そうじゃ、民の方なら、ま、町の様子にさぞかし驚かれたろうて、ひょっとしたら動物だけが住む不思議な町に来てしまったかと思われた。ま、もちろん思いましたよ、1回目は。あれは町の者皆が動物の家を来て、ま、おりますのじゃ。今この町は動物たちへの感謝の真っ最中。その昔この向かいを、この町の危機を救う危機が動物たちの働きによって解決したことがありましてな。なんていい町なんだこれ。これと正反対の町がありますからね、これ。その動物たちとたたえぬいぐるみを着て、その気持ちを知り感謝するのがこの祭り。そうじゃ、せっかく来た、来なすったのじゃから、参加してくれる。あ、参加してるだって。さ、ミミちゃん、その炭素開けるがいい。また炭素開けろって、マリベルに来させようぜ、ちょっと。まあ、マリベル絶対嫌がるけど、あ、豚になった、このままこうってか、ちょっとか、どう、これ着ぐるみでここまで行くの、着ぐるみなのこれ。これって着ぐるみに入るの、これ。体型変わっとるやないか。あ、なんか、あれ、なんかこれ、
リラちゃん、どなたも楽しく遊んでてちょうだいよって。おっと、こいつ驚きももの聞いた身の、あれこれもしかしてあれか、エイトにのあのなんだっけ、モンスターバトルロードにいたあいつじゃないのか。驚きももの木とか言ってなかったか、あいつも。そんならこのイベントは民の記念にぴったりだ。一発チャレンジしていきな。何しろ参加するのはタダで、当たれば素敵な商品も もらえるって優れものだ。ほんとやらなきゃ損だよ。さあどうだい、チャレンジする。よし決まり、じゃあ始めるよ。なんでいいかいお兄ちゃん。動物の学者6人のうち半 分の3人が男の人なんだ。だけど男なんか当てたって色気も鼻もありゃしねえな、お兄ちゃん。というわけでこの中から3人の綺麗な女性当ててちょうだいだって。ルーラーそれだけ簡単すぎて嫌になっちゃう、嫌なんちって。真顔で殴っていいか真顔でじゃあ始めちゃおうって。女性だと思う人のところに行って。女性だと思う人のところに行って、女性だと思う、これじゃないか。おちちだから、はい、おちちだから、違うのかな。何回も、あー男野郎だ、ダメじゃん、迎えろ。これさ一緒なんだね。このあの牛はいけないと。じゃあこっちはこれで分かっ、おお、これ何、なんかあんのこれやってなんか意味あんの。当てちゃってちょうだい。ちょっとめんどくせえから左から全部やっていこうぜ。猫一番左でしょまず。あー坊主か、何回やんなきゃいけないんだろう。 OK やります。 OK ちょっと待って、ちょっとちょっと付き合い、ちょっとマジ付き合って。まだ一番左だろ。 OK で猫はダメだったから豚にするか。これ何、間違ったらもう一回ずつやっていかなきゃいけないの。これ何もらえんだか忘れちまったんだけど俺。豚行こう。豚行って、おー、おっさんやないか。ちょ、おっさんやないか。豚はダメね。じゃあ、あれしよう。馬にしよう、馬。これでもあれなのかな、これかけないでこない。よっしゃ、来た。で、一番左の、いや、待った、失敗した。待って、待って。ちょ、待った、牛が2匹いるんだけど、どっちの牛かわからなくね？ほら。いや、もう失敗じゃね？すると、ワンワンになるのか、次。よ、オッケー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 。危ね、危ね、危ね。危ね！さあ、次こうなってくると、もうワンワンしかいなくないか。犬、これだろと思う。これ？オッケー。ナイス、おばちゃんやないか。お、ありがとうございました。これは火事、あー、7って火事になったよね。よし、火事のやろ。また火事の会やります。生放送火事の会やりましょう、やりましょう。長老様よりなんかもらえるんだって。これだけもしかして。遅い遅い遅い、歩いてくの遅い。今回の優勝が決まりましたな。何でしょうか。この度のお兄さんたちが見事優勝でございます。それでは今回の優勝者にわしから豪華なプレゼントをしよう。なんだ、何もらえんだっけ。これ何もらえんだか忘れちゃったんだけど。町の人間が優勝したのに今回が初めてじゃ。旅の良い旅が思い出ができましたな。ささ、これを、なんだ、何これ、箱、モンスター図鑑。あ、こんなんここでもらえんだっけ。オリビーでの記念すべき品、どうか大切に使われるよ。これでもしかして人間元戻ったね。さあちょっとアイテムも、いや次のとこで買った方がいいのかな。ちょ待った、次のとこも行けんのかな。それともあの山がなんかまた行くのかな。きたー、強くなってる。石の牙、聖なるナイフ。待って、強くなってる。聖なるナイフの方が強いんじゃ。聖なるナイフ打ちった俺。いばらこしまきターバン、あーマッカ強くなってる。ちょっと待ってね、まずは石の牙、まず石の牙をガボ、ちょガボを強化していこう。まずはこしまきガボ。オッケー、600も残っているね、いるね。腰巻き、
キトンシールド、あ、盾装備できるのかも。めっちゃ、いや、ま、一番強くなりそうじゃない。ちょっとキトンシールド、ほぼ9上がんのかこれで。 OK。 あとはターバン、まあ一旦こんなもんかな。聖なるナイフの方が強かったのか、売っちゃったね俺ね。ターバン、ここら辺あと、そう、あとだから、いくらだ、あ、マリベルも装備できるのか。あとだから3000ぐらいちょっと貯めなきゃいけないね。まあいいや、まあこれで一旦いいでしょう。 OK、 装備もあるし、オリハルコンの牙とかあんのかな。で、もしかして、どうすりゃいいんだこれ。山戻る？で、多分今までの、いや待って、一回ちょっと山行こう。山行って、あの山あるじゃん、あれどっちだったっけ、あれ違う、あれ違う、あれグラエスタードか。山ってどっちにあったっけ。山違う、こっちだ。あそこなんだ、これなんだろう、これなんじゃ、これなんだっけ。ここは湖の向こうの焼き住んでられる、される方の船着き場。あ、思い出した、そんなのあったな。今行けないんだよね。なんだっけ、なんかもらいに行くんだっけ。なんかあったよね。あの方が本当に羨ましい。俺も行く先々で金をばらくんの素敵な旅をしてみたいぜ。なんとかさんっていう別荘があってさ。あ、ってことは時計、あれ時計の中入っていくのってセブンだっけ。あ、あの時計台見れんのか。あのセンスが、こう向こうに、うん、湖の向こうに誰が住んでるのか知りたいのかね。残念ながら警備上の理由で名前は明かすわけにはいかないが、これぐらいは言ってもいいかな。あのお屋敷に住んでる人は大の旅行好きで、珍品収集を生きがいにしている人だ。だって、あ、そろそろ来んのかな、あの、なんか時計の、あったじゃん、あの、薄気味悪い、ちょっと、奇抜なあの紫色の時計。あ、俺じゃあれ見たい、アイク。あれの 3D 版どんな感じかちょっと見たい。ちょっとあれどんな感じになってるのか。さ、ここが、ちょっと山入って、こっちか。ちょ、山入って、石板があるかだけちょっと確認しようか。石板がもし、まあ、にゃきゃないで。まあ、にゃきゃないで。あるよね。多分あるんだよね。まあ、パターンはこんな感じでしょ。あ、ここはもうずっと沼なのか。あ、でも宝箱ってさ、ないもんかね。あったよし、あった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 。あったあったあった。よく考えたらさ、こういうフィールに宝箱をこうビッグポンって、なんかおかしくね、おかしくね。さあ、なんだ、力の種を手に入れた。青さんに渡すか誰に。まあ種ね、どっかで使いたいね。種使って、今んとこ、これどこが来た。どんだけ食らう、結構食らってる。ショートカットが過ぎるだろ。あ、これいけるな、やっぱ結構、結構 OK。 これ多分敵出るよね。うわー、ちょっと光った、魔封じの洞窟光ったね。全く一緒なのかな。でも敵がいないよ。いや、いるか。これはおりますな、多分。ほい、あー、いる。どうしよう。まあいいや、普通にじゃあ進めて。あ、また宝箱ある。石の牙ゲット。買わなくてよかったな。買わんでよかったんだ。いや、待って、一応右が、まあ一番上まで登っていくか。15、いいね、いいダメージだ。牙が強えな。いや、4人パーティー熱いね。まあ、もう簡単に言う、まあ、まあ手数が増え、それが増えてるわけだから。いいね、9。これも多分ここで、まあまあ、こっからあれしよう、レベル上げ会にしよう。こっからガボのガボのレベル上げ金ながら上がっていこうか。さあ、ということで現在のオルフィーに戻ってまいりまして、モンスターズ館ゲットしたのか。さあ、そしてガボちゃん仲間になりました。ということで今回この辺で終わります。よろしくチャンネル登録、そして高評価などもお願いします。それで皆さん、バイバイ。